さん、そしてその杉本拓さんの、90年代ですね、まさに90年代の、試みというものに刺激された部分が非常に大きいです。僕は、小友重秀さんが、まあ、今ではもうかなり明らかになっていることですけれども、以前、彼は、高柳さんの、まあ、ずっと助手をしていらして、ただそれを、まあ、表沙汰にすることはないまま、どちらかというとこうターンテーブル奏者という形で90年代の頭にいきなりシーンに今出てきたわけですけれども、その彼が、ウィーインシストというですね、ファーストアルバム、ファーストソロアルバムを出した、間もない頃ぐらいに、まあ、インタビューをさせていただいて、それから、お友さんが、まあ、やっていかれたことというのを、まあ一リスナーとして、ずっと見守ってくる中で、皆さんご存知のように90年代後半に、大友さんはかなり大きな変化を遂げていくわけですけれども、まあ、そういった変化、ターンテーブルなどを使った、まあ、サウンドコラージュ的な、あるいはノイズコラージュ的な、試みをしていた、ミュージシャンが、むしろ、一つの音であるとか、聴取の問題であるとか、そういった、方向に急激に展開していくのが1997年、8年ぐらいからの出来事だと思うんですけども、それにやはりすごい強い刺激を受けました。一体どうして、このような展開が起きるのかということが、僕にはやはり、まあ、非常にこう考えるに足る問題だというふうに、まあ、思ったわけですね。それと同様に、まあ、デレク・ベイリーが、切り開いたとされる、インプロビゼーションという問題が、まあ、40年、50年、40年ぐらいですかねの、まあ、歴史を持っていることになると思うんですけども、が一体こう どういうような変化をしていくのか、インプロビゼーションというものの、が持っているなんて言っていいんですかね、こう本質というか、原理というかは一体どういうことなのかということを考え始めたのもやはり90年代に、その即興演奏といわれる分野の中で、従来の即興演奏、従来のインプロビゼーションというふうに呼ばれていたものの中から、従来のインプロビゼーション的なものとはかなり違ったモーメントが、いくつも出てきたということが、まあ、大きかったというふうに思います。それで、まあ、その、問いのですね、きっかけになったことというのを、まずいくつか、挙げてみるとですね、これはもっぱら僕は演奏家じゃないので、自分自身がこうインプロビゼーションと呼ばれる音楽の、聴衆の一人であったり、あるいは CD なり、録音物を聞く、リスナーの、としていろいろ考えたことということになるんですが、まず第一に、インプロビゼーションのライブに足しげく通っていると、インプロビゼーションというのはまさに即興ということなので、その時その場で生成される、その時その場で、起きる音楽、生まれてくる音楽ということであるはずであるにもかかわらず、そういった、そのように、なんですかね、称され、そのように呼ばれている、インプロと呼ばれている、音楽の演奏の場に、ある程度のこう回数通っていくとですね、貴重感がどんどん生じてくるということが起きるんですね。インプロビゼーションであるにもかかわらず、ある種こうおなじみ のフレーズといいますか、おなじみ その展開みたいなことというのが起きてきて、である意味では演奏家も、聴衆もそういった、一種の貴重感的なもの、一種のその何ですかね、まあ、一種のこう、まあ、デレク・ベイリーが拒否しようとしたような、デレク・ベイリー そのインプロビゼーションの冒頭で触れられているような、イディオム、ノンイディオマティックインプロビゼーションというような言い方を、まあ、ベイリーはするわけですけども、イディオムのようなものがインプロと呼ばれる分野の中にもやはりこうどんどん生成されてくる、少なくともそのようなものを自分は聞き取ることができるということが、まあ、起きてくるわけですね。でそれが一体どうしてそうなるのだろうか、むしろそういったことは即興と呼ばれる、試みの、なんですかね、こう意味からすると真逆なんじゃないのかなという、そういう
疑問がありました。にもかかわらず当然のことながらそれが、おそらく避けがたいことでもあるのだろうなという気持ちもあり、そこの部分をまずどうやって自分の中で処理するのかということが、問いの一つとしてありました。それから、まあ、これが一番大きな今言ったのは一番大きな問いだと思うんですけれども、それにまあ伴ってですね、例えば、とりわけ90年代の後半以後ですね、まあ、これはいろいろ問題を含んでいる言い方かもしれないですけれども、音響的即興っていうような言い方がされるようになってですね、つまり、フレージング的なものではない、まさにその音の響きを主体にしたような即興演奏を、まあ、音響的即興っていうふうにまあ呼んだりするんだと思うんですけども、とりわけ音響的即興と呼びうるような、演奏の場合にですね、CD、つまり録音だけで聞くのと、その演奏がまさに行われている場にいて、視覚的な要素も含めて、その演奏を体験するのとの間にすごく大きな差異があるということが、まあ、あるなと思ったんですね。でこれも簡単に言ってしまうと、例えば CD にしてしまうとですね、一体何で演奏しているのか全くわからないような演奏というのが、まあ、90年代後半とりわけ品質してきたわけです。実際、まあ、この本の中でも触れていますけれども、僕が実際に見た、インプロビゼーションのコンサートですと、アコーディオン奏者がアコーディオンの、こうアコーディオンをですね、一回も開けることなく指でその表面をこう擦っているだけとかですね、そういうようなことで、しかもそれが例えばそのまま CD になるともう全くその音は一体何なのかわからないけれども、演奏楽器はアコーディオンというふうに、まあ、記されるわけですね。でそういったその耳だけで聞くということと、耳と目あるいはそれ以外の感覚器官も込みで、体験するということの間にかなり決定的な違いが生じてしまうといったときに、音楽あるいは聴くということの位置づけというものをもう一度その、再考しなければならないのではないか、少なくとも即興演奏といわれるものの中にはかなりそういった、部分の、なんですかね、ある種の極限値に触れるような試みが、出てきてしまったということが、もう一つありました。それからもう一つは、即興演奏を行っている、即興演奏家であった人たちが、その即興の即興性的な即興の即興ならではの部分を通っていく過程の中で、いやおうなしに作曲的なものに接続していくという現象が90年代後半に、とても多く見られました。これは、先ほどちらっと名前を挙げた、杉本拓さんなんかもかなり典型的にそうだと思うんですけれども、即興演奏を、極めていこうとするといつの間にかそれがある種の作曲のようになってくるという、ことの問題、実際音響的即興ってさっき名前を挙げたような、言葉で呼ばれるような方々はですね、あまりも即興という言い方と作曲という、言い方あるいは即興と、作曲という概念というものに、本質的な区別をつけてないんじゃないのかなという気もしてくるわけですね。そうすると一旦そこの部分の中でもう一度、まあ、先ほどと同じような問い方ですけれども、そういったその、即興と作曲がある部分で区別がつかなくなっていく状況の中で、即興というものをもう一度、即興という概念というものをもう一度、つまり作曲ではない即興というものをどのように切り出すことができるのかということを、まあ、考えたいというふうに思ったわけです。まあ、それ今言った3点が主にですね、即興の解体をまあ書こうと思ったときに、ある種のその問いとして、あったものなんですけれども、で、まあ、それを、こういったそのまあ本 にするための文章として書いていくにあたってはですね、まあ、今日も今もかなりそんな感じですけれども、即興を問題にしているのでやはり即興的に語りたいということがありはするんですが、この本に関しては、最初のその目論みとしては即興演奏について語る、自分なりのその思考というものはできる限りこう形式的にアプローチしたいというふうに思ったんですね。できる限りガチガチに論じてみようというふうに思いました。むしろその、というのはどうしてもですね、即興演奏 のある種の問題というのは
すごくこう柔らかい言葉で言うとですね、ある種の気分であるとか、ある種のそういったそのなんですかね、こう、